剣論における席では、県から県への構造と両立する対応づけである。席でによって一つの数学体系から別の体系への組織的な対応が定式化される。席では、県の剣における意図考えることもできる。関種の概念の方がは、エヴァリストガロアによる群を用いた大数方程式の研究に見ることができる。 20世紀初めのエミーネーターらによる家群の研究において、拡大家群など様々な石子的構成が蓄積された。20世紀半ばの大数的位相機科学において、実際に石種が定義され、図形から様々な自然な大数的構造を取り出す操作を定式化するために利用された。ここでは、大数的対象が位相空間から導かれ、 位相空間の間の連続写像は、基本群の間の大数的順道形を導いている。その後、アレクサンドル・グロタン・ディークラによる、大数期科学の変革の中で様々な、数学的対象の席でによる、定式化が、徹底的に追求された。県 C から県 D への席で、特に友変席主 F は、すなわち、席でに対して高等者及び者の合成を保存する。 ことが要請される。席でに似た形式を持ちながら、社を反転させるような対応が多数存在する。そこで、C から D への反変石種 F が、各対象 XC を対象 FD に対応させ、各社 F、XYC を EF、FFD に対応させるとき、以下の性質を満たすものとして定義される。C の相追権コップを考えるならば、反変石手 F、 CD を代わりに、積種 F、コップ d と見ることによって、共変積種の概念だけで処理することができる。半変積種は稀に、余積でと呼ばれることもあるが、言論の文脈で、相対を意味する、接当時、世の使い方とは、乖離がある。積種 F y f XY を EF、FF に対応させるものだが、ここで相対を得るために、 すべての矢印を逆向きにするなら、EF、XY に EF、FF が対応することになる。これは、結局のところ普通の共変石種の概念を表している。つまり、石種とは自己相対的な概念であり、次儀通りに捉えるなら、あまり石種と石種とは同じ概念を表している。石種の行為からの重要な規決としての二つが挙げられる。 いかなる剣 C においても、口頭絶歯種 1C が、どの対象も今もそれ自身へ移すものとして定まる。箱で FAB 及び GBC に対し、それらの合成 GFAC を考えることができる。絶歯種の合成は、それが定義される限り結合的である。このことから、絶歯が剣の剣における意となることが示される。ただ一つの対象からなる剣は、 者をそのもととし、合成をその演算とするような物井戸と同値である。県とみなした物井戸の間の席では物井戸の順道系に他ならない。その意味で、勝手な県の間の席では物井戸の順道系の二つ以上の対象を持つ県へのある種の一般化になっている。県として定式化された数学理論の上に席でによって様々な自然な 構成が与えられるが、自然変換によって二つの構成を比較する自然な順動形が記述される。時に二つの見かけ上異なった構成が同等の概念を定めていることがあるが、この状況は二つの石種の間の自然動形になっている自然変換によって捉えられる。F、G がけん C と D の間の石種であるとき、F から G への自然変換 E たは C に含まれる。 すべての対象 X に対し D の社イータ X、FG を与える。この時、C の任意の社 F、XY に対し、イータ IF イコール G イータ X が成り立つ。これはすなわち、以下の図式が、果敢になることを意味している。箱で F から G への自然変換イータが存在して、イータ X が C に含まれるすべての対象 X に、対して、同型者となるとき、 この自然変換は、自然同型であるといい、FE た G などと書く。検 C、D の間の積種 F、CD、G、DC について、自然同型 GF、e、ドック、FG イ、e、ドが共に成り立つならば、C と D は同等ななものとみなされる。C から D への積種を対象とし、積種の間の自然変換を意図することで積手剣、ファンクトが考えられる。 こうして得られる剣に、図式の剣や前層の件、前奏の剣、奏の剣がある。また、軍事位が作用する集合の剣は G を剣とみなした、時のファンクトと同値になる。以下、F、C、D を、石種とする。剣 C の対象 X について、ホーム C やホーム C の形に書けるような C から、節への石では、表現可能石種と呼ばれる。 ヨネダの補題によって表現可能関でたちとその間の自然変換は元の剣の構造を完全に反映していることが知られる。数学の様々な場面で与えられた積種が表現可能であるかどうかやどんな対象によって表現されるか、あるいはその積種が表現可能になるように剣を変形できるかということが問題になる。 特定の形の図式に関する曲限は図式権への対角埋め込み積でに対する右随反積詞として定式化できる。テンソル積や対象積、交代積は多重線形写像の積詞を表現するような対象として定式化できる。ありがとうございます。